スカイ山は、栃木県日光市と群馬県沼田市との境界にある、山である、足尾山地に属する、標高2144メートル、日本百名山の一つ。約160万から90万年前に活動した古い清掃火山だが、侵食が進み、また樹林に覆われ、今日では火山らしい面影はない。東西に長い長領を持つが、北側は、 国境平付近まで標高差にして500メートル以上も切れ落ちている。現在、本山は、スカイ山と書いて、スカイ山と読むが、江戸時代の昭法年間の地図には、作山とあり、別名として、郊外山と書いて、郊外山と読んでいたという。この別名、郊外山が後に、郊外山と当て字され、海が海に置き換えられ、郊の字が墨と読まれることから、 スカイ山と孤独されるようになったと言われている。スカイ山に登るには、栃木県側の銀山平から高新山、ノコギリ山を経る、伝統的なもの、渡瀬川上流の松木渓谷を遡るもの、群馬県側の不動さは、そして、両県境である日光白根山から今朝丸山を、結ぶ稜線をたどる、主に三つのコースがある。南台山から見た、 スカイ山栃木県側の甲信山からノコギリ山までの尾根は、ノコギリ尾根と呼ばれ、11のピークがあることから、ノコギリ11方と呼ばれ、険しい尾根を上り下りしながらのコースである。尾根の南側を巻くように、六輪半峠を経由して、スカイ山に至るコースもあるが、どちらかといえば、下りに使われることが多い。江戸時代には、甲信山ノコギリ山スカイ山の尾根を行く、散々。 かけをする信仰登山が行われていた。甲信山頂への登り、のこぎり山の峰峰の登校ははしご、鎖が数多く現れる険しい道のりである。山小屋は甲信山の山頂近くに甲信山荘がある。なお、登山口の銀山平には温泉があり、宿泊や入浴が可能である。群馬県側の不動産コースは、登山口のスカイ橋まで自家用車を利用すれば、 比較的容易に、スカイ山を往復することができたが、栗原川林道が通行できなくなった現在、そのアプローチの長さから一般的とは言えなくなった。松木渓谷からのコースは、濁り沢出会いから、もみじ尾根を登り、国境平からスカイ山に至るものだが、距離が長く道も不明瞭なので、経験者向きである。途中で一泊を要するが、宿泊施設はない。その他に、 沢登りのルートもあるが、いずれも難度が高いので割愛する。2017年に、栃木県内の一般的な登山ルート82県について、体力の必要度や技術的難易度を示す山のグレーディングが、県内の山岳関係団体、市長、県警などによる県山岳相難防止対策協議会により作成された。その中で、スカイさんは体力度7、 技術的難易度も県内唯一の D と最難関に評価された。ありがとうございます。